岩出市は、和歌山県北部に位置する市。2006年4月1日に、長郡岩出町が市政を施行し発足した。これにより、長郡は消滅した。隣接する木の川市よりも人口は少ないものの、観光庁施設を有し、長地域の中心都市でもある。人口は1994年の、関西国際空港開港に伴う開発で、大幅に増加している。 岩出市の特徴は、県内の他の地域とは違い、大阪府内から転入し、岩出市内に在住しながらも勤務先の大阪府内へ、マイカーでの通勤者が多いことである。また、岩出市からは隣接する和歌山市の紀伊駅、大阪府泉南市の JR 阪和線、泉砂川駅、南海線、樽井駅を利用し、大阪府内への通勤、通学者が多く、 大阪府のベッドタウンとなっている。本市は、人口が5万人余り、市役所を中心に、半径2 5トルと面積は小規模であるが、紀北地域の東西の道路は、すべて本市を通過し、周辺の市町からの道路もつながる。ことから、岩出橋などを中心に、市内へ入る道路の渋滞が激しい。大阪方面へ向かう、県道63号泉佐の岩出線は4。 車線化されており、軽縄自動車道の岩で根頃 IC も設置され今、なお発展が進んでいる。岩出市中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。オスの山峠の山桜市内を流れる木の川。 和歌山県の北部に位置し、市の南部を木の川が流れている。市の北部は大阪府と接している。関西空港が開港するまで人口が少なく商店なども少ない、のどかな田園地帯であった。近年では、紀仙台、桜台などのニュータウンの開発をはじめとして、市内のあちこちで宅地開発や団地の新築が進み、 以前に比べ増加率は小さくなったものの人口は増加し続けており、県内では数少ない人口増加都市である。また、県内では珍しく若年層の比率が高い。市内の中学校2校は、県内中学校における生徒数1位2位の規模であるほか、県内では珍しく、小学校なども新設された。平成22年度の国勢調査では、 岩出市の人口増加率は4.04%と、県内では最も高く、全国的に見ても高い水準にある。なお、人口は5万人程度であり、規模としては小さな市であるが、人口規模以上に小売店、飲食店、開業医などが乱立しており、商業地としては、規北有数である。市内には、大手全国チェーンの店舗や関西などでの有力店が、 多く、県内で同市にしかない店も存在し、隣接地域からの買い物客も少なくない。定数14人に岩手町が属した長郡は6つの町で成り立っていたが、このうち岩手町以外の5つの町は2005年11月7日に合併して、木の川市となった。岩出町は、住民登録人口が五万人を突破した後、町民へのアンケートの結果などを受けて、 単独で市政施行をすることを決定した。2005年国勢調査人口でも5万人を超え、国の地方自治法と和歌山県の条例が定めた、市政施行要件を完全に満たした。単独市政としては、全国では2002年4月1日に、千葉県印旛郡富里町と沖縄県島尻郡富城区村が市政を施行し、富里市と、 富ク市になって、以来4年ぶりの事例となる。岩出町議会は2006年1月13日に、和歌山県議会は3月3日に、市政施行を可決。3月17日に官報に告示され、正式に決定した。岩出市内の郵便番号は、649から 62XX となっている。市内に大学はないが、 隣接する木の川市との境界付近に近畿大学生物理工学部が設置されている。和歌山県立長高等学校市の北西部を半和自動車道が通っているが市内にインターチェンジはない。ネゴロジ一条閣和歌山県植物公園緑花センター。ありがとうございます。